こんにちは、江崎です。本日はパリーグの順位予想の動画を上げていきたいなと思います。2023年シーズン開幕しました。と言ってもこの動画を撮影しているのがオープン戦終了直後の3月28日火曜日になります。でまた今年もですが、開幕戦そして開幕3戦目と私はベルーナドームに行っております。その中であえて開幕した試合、そして1試合チームによっては2試合といった段階で順位予想を出そうかなと思っております。で今回はパリーグ6チームの各項目をリーグ平均で格付け、点数をつけた上で総合点が高い順に順位予想をしていきたいなと思います。正直私は野球を結構見てる方だなと思っていますが、それでも当たらないのが順位予想。2021年は12球団中6つ順位は当たっていたんですが、2022年はなんと12分の1しか当たりませんでした。パリーグの6位ハムというところだけでした。そんな自分ですが、1球団ずつお話しできればなと思います。まず6位、日本ハムファンの皆様申し訳ありません。今年も最下位で予想してしまっております。先日開幕オーダー等についてはお話ししてきたんですけれども、改めて整理すると、日本ハムの先発の柱は加藤選手、伊藤選手、上沢選手の3人、そして彼らに加えてポンセやカント、そしてルーキーの金村選手らになります。もちろん3人は強力なんですが、4番手以降というところに不安を残します。さらに選択肢的なところで言うと、どうしても100イニング近辺、70イニングから80イニングという選手を多く出すことがなかなか難しいんじゃないかなと思います。当然鈴木選手、根本選手、上原選手らがそういう候補になってきますが、他球団よりプラスとは言いづらく、B と A ですごく悩みましたが B とさせていただきます。続いて救援ですが、田中正義選手の獲得、そしてメネズが開幕からいるという観点では後ろが強力にはなっているかなと思いますが、田中正義選手が1年間戦えるか未知数であること、さらに石川直也選手が抑え起用だとは思いますが、正直各チーム勝ちパターンで支配力のある投手が多いので、日本ハムに関しては少しそこが不安に見えるんですよね。22年救援で苦しんだチームですし、また他球団よりプラスというのは難しいかなというところを考えて C とさせていただきます。投手の選択肢は間違いなく増えてきたかなと思いますので、少し去年のままだったらマイナス的なところになるかなと思いますが、ここは少し上げていきたいなと思います。そして打線ですが、アリエル、伏見選手、矢沢選手の獲得とプラスはありますが、やはり近藤選手の移籍というのは非常に痛いです。浅間選手、加藤選手、山田選手の怪我等もあり、サブメンバー的にもルーキー中心になることで牧原選手や周東選手がサブになる可能性のあるチームとは少し差が出てくるので、層は苦しいです。ただ2桁期待選手も多くいます。 OPS7 割近辺選手が複数用意できるという意味でもプラスです。清宮選手、アリエル、万波選手、今川選手らの長打は期待できるものの、打率との両立は困難でしょう。長打は他球団と戦えるレベルにあると思いますし、打率期待の野村選手、松本選手もいるのは良いところではありますが、行き過ぎに見える機動力攻撃エンドランが今年もオープン戦で積極的にありました。まあ、そこがかなり自滅に見えてしまい鍵になってくるのかなと思います。当然磯畑選手が戦えれば走塁でプラスを出したいんですが、積極性がゆえの暴走で下げました。もちろん磯畑選手らの耐久性というところもネックなポイントにはなってきます。奇策は相手が予想していれば奇策にはならないこと、そして守備的に外野二遊間と少しまとまっていることでビートしますが、一塁三塁というところでは不安もあります。アリエルの耐久性というところが懸念、さらに攻撃では長打的にはまだプラスとならないことで厳しめにシートさせていただきます。続いてロッテ先発ですが、ロッテは種市選手の復帰、西野選手の先発転向、ベテランがまだ投げてくれる前提ではありますが、年齢のバランス、さらに選択肢的には大きな武器でもあるかなと思います。佐々木朗希選手を軸として6人は考えられる上で、ドラフト1ルーキー、また岩下選手らが谷間として考えられるかもしれません。手術明けの選手なのでケアが必要なところがあるかもしれないのがネックなんですが、このメンバーで大きく先発が崩れるというビジョンは見えません。ただ救援爆発力こそあれど、ペルドモ、カスティーヨ、復帰の沢村選手がいるとはいえ不透明なメンバーだと思うんですよね。現在若手や中堅中心にオープン戦で投手陣のアピールが激しいので、層は A にしています。ただ国吉選手、佐々木千早選手、唐川選手、東条選手らが今のところ連続して1軍で計算できるという状況ではないので、少し厳しめにして
シートさせていただいております。で、攻撃陣は苦しく、オープン戦打率は西武と並んでワーストの2割1分2厘。ただ安田選手や山口選手、ポランコや中村選手、荻野選手と22年 OPS7 割以上の選手が多いことでマイナスとは言いづらいところ、さらに高部選手が開幕に間に合う可能性ということを考えると、高部選手、荻野選手、中村選手、山口選手、ポランコ、井上選手、安田選手らのように並びを想像することもできます。まあ今年は高部選手3番で開幕でいくかもしれないので、井上選手が外れるという可能性はあります。まあこれはパリーグでも貴重かなと思います。現状は心配ではあるんですが、22年ペースだと期待したいです。また盗塁王の高部選手、荻野選手、中村選手らがいることで、盗塁はもちろんですが走塁での作戦が取りやすくなります。22年は攻守ともにショートが不安かつ、レアード、マーティンらの DHK もありましたが、スタメンだと守備的に苦しいという選手の起用が少ないことが想像されるので、22年の UZR 的にはリーグ5位なんですが、少し改善されるかなと思います。ただ野手スタメンメンバー以外で角中選手、菅野選手、平沢選手、藤原選手らいますが、他球団ならレギュラー的な選手が控えるということはなかなかないので、厳しめの評価にさせていただきます。続いて西武。2022年防御率ナンバーワンのチームでしたが、オープン戦でも存分にそのらしさを発揮。防御率は 1.77 とぶっちぎりトップ。先発は高橋光成選手、今井選手、松本選手、エンスと2桁か規定投球回到達経験選手で並べ、先発転向で抜群の安定感を見せる平選手、そして22年2桁勝利2点台の与座選手と2年目の隅田選手が6人目を争うという非常に熾烈な戦いでした。正直この7人以降はかなり寂しいところがあるものの、先発に関しては6人しっかり計算できるという観点でパリーグだとトップクラスだと思うんですよね。当然山本選手ほど絶対的タイトル総なめというような存在はいませんが、柱の高橋光成選手の存在、そしてほとんど計算できるメンバーですので最高評価。また救援も22年防御率ナンバーワン、その中から平選手、スミスが先発だったり退団となってしまいましたが、佐藤選手の配置転換や手の子が1年目から1軍のリリーフで後ろを務められそうなことで、今はある程度形が見えてきています。22年2点台後半だと1軍の接戦では難しかった、それくらいのメンバーでさすがに上振れ感はありますが、今年はルーキー青山選手、期待の大曲選手ら、さらなる戦力アップも期待されております。そして2軍にも田村選手、久門選手、佐々木選手ら1軍経験のあるメンバーが供給できますので、かつてより整備が進んでおります。といってもソフトバンクほど実績十分な選手がサブに控える圧倒的な層ではありませんし、隅田選手が苦しむと控えが渡辺選手のみくらいになりますので、そういう意味ではまだ整いきってるわけではないので、選手層というところは B、 ソロザが開幕当初大丈夫かというところで S から A にさせていただいております。投手は非常に高いんですが、野手は致命的な課題。22年は頻打だった上で作戦もほとんど取れませんでした。盗塁も少なく成功率は最低、犠打は多かったんですが成功率は最低。そのような中で森選手が退団し、助っ人が入れ替えとなっただけ。助っ人が打ってくれればそれは攻撃力わかるんですが、去年15本とパリーグの助っ人最多本塁打だったオグレディを超えるって結構難易度高いと思うんですよね。現状モアピルの選手はほとんどいません。オープン戦でも得点は15試合で42とロッテと同じで最下位です。守備では源田選手が怪我で出遅れ可能性、長期的には出られるような気もしていますが少し時間はかかるでしょう。22年 UZR41.5 のチームでメンバー的にはさほどマイナスになるビジョンは見えませんが、源田選手のところで少し別の選手が入り、特に山村選手らとなると、まあ、守備的には少し下がってしまうかなと思います。そして22年は盗塁最多が源田選手の12と友崎選手の10、足を使うメンバーも困難で小技も成功率が最低。もちろん意識はしていると思いますが、1年で劇的改善というのは難しいと思うので、走根ということがテーマになってきていますが、なかなか難しいんじゃないかなと思います。で、山川選手がいなくなった際に終戦という観点では戦力層も厳しめ、特にこのオープン戦多くの若手にとってはチャンスでしたが、離脱と不振でアピール野手がいなかったのは非常に残念です。攻撃面は本当は D かなと思っていますが、山川選手一人でリーグバランスを動かすぐらいの存在なので C に挙げております。続いて楽天。ここは少し厳しめにさせていただいております。個人的には爆発力があり優勝を狙えるチームだと思っていますが、先発の課題が不安なところ、田中選手、木選手、則本選手といった実績抜群の選手がいますが、近年は大卒以上の投手も多く指名しながら一軍先発供給ができて
ておらず、早川選手も柱とは言い切れないところ、柱がイニングを劇的に減らすということは想像しづらく、早川選手、竹中選手も開幕 OK ということで、まあ、少し高めにはしております。ただ貯金を作れた先発が多くはないこと、そして先発の戦力層が最後まで保てきれないことを考えて A とはしていません。で、22年も投手大量ドラフト、さらに長らく獲得していなかった助っ人先発を獲得も現状アピールとしては寂しく、オープン戦では最多の82失点、防御率は 3.84、 救援は松井選手がいれば十分後ろの投手たちは考えられますが、松井選手が離脱があると苦しくなります。それでも一軍に供給できそうなリリーフ投手はいますが、松井友孝選手や内間選手、高田光一選手や藤井選手ら、オープン戦等でチャンスをもらいながらアピールできず、一軍に食い込むことも難しかったです。庄司選手、駒子選手、渡辺選手、伊藤選手、林選手ら5人とバニュエロス次第で変わってくるところもありますし、期待もありますが、現状計算することは難しく、先発的なところだと庄司選手くらいになるので、層のところ、そして先発のところはかなり厳しくしております。唐島選手や岸選手を開幕に無理に合わせていないからか、22年のように夏場に先発が失速することを防ごうとしているのかなと勝手に思っていますが、まあ、ここの失速層というところをネックとして、まあ、順位予想も少し厳しくさせていただいております。ただ野手に関してはトップクラスだと思っております。もともと浅村選手、島内選手と主力を考えられた上で、辰巳選手、小深田選手らレギュラー的に起用すれば打力でプラスを出せそうな選手たちがいます。 OPS7 割というのはもはやパリーグで平均的ではなく、パリーグではレギュラー以上になってきていますので、こういう選手を当たり前に起用できますし、茂木選手だったり鈴木大地選手だったり西川春樹選手らがサブになってくるというのはかなり戦力層が厚いチーム、オープン戦で本塁打を多く放っているフランコ、そして出塁率を期待できるギッテンスを用意できるんですが、ギッテンスがまたコンディション不良で開幕アウトということで、まあ、本当にここは苦しいところかなと思います。で、中日で2022年内野としてプラスを出し、ユーティリティ的にも起用されてきた右の阿部選手を獲得、まあ、実績組の選手でさえ一軍に入ることもできませんでした。まあ、そのようなレベルはなかなか他のパリーグチームにはありません。伊藤選手や安田選手、そして助っ人が定着できなくても鈴木選手、茂木選手、西川選手らもいるという形なので、選択肢自体はかなり広がりました。ただ22年より助っ人が多く入ったり、セカンド本職の阿部選手がレフト起用だったり、小深田選手の守備不安のある中で、ショートは山崎選手以外の選択肢があまりないこと、西川選手がスタメンに入れないことで足は使いづらいことも想像されますので、守備走塁というところはマイナスになるかもしれません。続いて2位、オリックス。このチームは2連覇チームなので2位というのはかなり悩みました。ただこのチームは2020年、21年、22年とメンバーの変動が大きく、22年武器だった救援が今年も継続できるか、ましてや22年のメンバーが23年1年間戦えるかが未知数なので、評価はもちろん高いんですが S とはしておりません。先発は 山下俊平太選手、黒木選手の存在で、22年まで抱えていた先発谷間問題はなんとかなると思っていて、柱が強力なので S としております。2軍から覚醒枠的な選手が現れるのもこのチームですし、爆発力があるので、まあ、選手層も A とさせていただいておりますし、まあ、救援は2022年もメンバーが2023年も活躍できるのかというところがやや不透明であることで A とさせていただいております。ただこちらは実質 S みたいなところがあるので、まあ、本当に投手力は強いチームかなと思います。ただ問題は打撃でしょう。2022年まで打撃課題ながらチームを引っ張ってくれていた吉田選手の移籍、もちろん助っ人で苦しんでいたからこそ入れ替えは行いましたし、森選手の獲得はありましたが、打撃で劇的に吉田選手以上のプラスは出せないでしょう。幸いオープン戦はいろんな若手を積極起用、一軍メンバーの調整に加え若手を使いながら結果が出てきて、オープン戦優勝、北選手や野口選手らアピール成功した若手選手もいて、底上げに期待もあります。ただもともと足や守備的なところでは苦しく、22年の UZR マイナス 38.4 は圧倒的な最下位なんですよね。足を使うことができないからこそ積極的にバントもしていきました。吉田選手、杉本選手の両翼が攻撃でプラスを出していた一方、守備ではマイナスというところは、まあ、これから杉本選手の DH ともあって多少改善されていくかもしれません。ただ若手起用がゆえの荒さは出てくるかなと思います。でセカンドは現状西野選手が良いかなと思いますが、ベースは足立選手、太田選手あたりになってくると思うので、まあ、こちらも平均的ぐらいかなと思います。で UBR マイナス 20.8 もこちらも最下位、足を使うというのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。で若手は豊富ではあるんですが、 T 岡田選手だったり大城選手ら
中堅がもう少しメイン戦力になってほしいですし、太田選手、紅林選手というプロスペクト、一軍のレギュラーに定着してほしい選手ももう一段階上がってほしいところ、若手の競争の結果、まあ、少し譲っているところもあるかなと思ってしまうので、層が厚いとは言いづらく厳しめにシートさせていただいております。ただ当然勝負どころで勝ってきたチームかつ短期決戦になると、この投手力というのは本当に恐ろしいものになります。先発だけではなく救援も非常に強い、というかむしろ救援の方が強くなってきた2022年、このメンバーが2023年もフルでしっかり戦うことができれば十分優勝もあるのかなと思います。ただ打撃に関しては大きな課題ですし、森選手が打って助っ人が2人、どちらも打ってやっと吉田選手の穴をカバーできるかなというくらいなので、まあここは本当に苦しい戦いにはなっていくかなと思います。そして優勝予想はソフトバンクにさせていただきます。まあベタですが、いくらなんでも補強が大規模すぎて計算できそうな選手がとにかく多いことで各項目がものすごく高くなるんですよね。ただ当然そのソフトバンクにだって課題があります。投手で言うならば、実際有原選手、ガンケルと 7.5 億規模の補強を行ったにもかかわらず、開幕ローテは現状どちらか、もしくはどちらも入れない可能性が高いです。千賀選手の対談の中で柱的な選手が固まっているわけではありません。ただいくらなんでも候補が多すぎるんですよね。和田選手がまだまだ元気であるということがあるんですが、先発6人を絞り込む方が難しいくらいのローテーションです。この中で誰がエースになるのかという観点で非常に重要なシーズン、少し厳しめにしておりますが、戦力層というところで選択肢の多さで S とさせていただいております。怪我人が出ても回せる、先発の数で困るということはなさそうという観点がペナントにおいて非常に重要だなと思っていますので重視しております。そして救援は大きな武器でもあり、オスナの加入で後ろは完璧です。モイネロの出遅れはありますが、十分勝ちパターン的な投手を用意することができますし、戻ってくればとんでもない勝ちパターンで12球団でも屈指、かつ層としては S で足りないくらい。そして打撃ですが、近藤選手の加入、上林選手、栗原選手の復帰は大きく、外野手の争いは熾烈になりました。ケットの不振は響くものの、常に高打率を計算できる上で火力を出せそうな近藤選手、今宮選手、柳田選手、栗原選手という並びを作ることができそう。下位打線にも上林選手、中村晃選手といった経験組、助っ人、若手と起用できるので、本当に打順の幅が広いんですよね。牧原選手、周東選手も控えていますし、彼らを調整させてから一軍でというメンバーにもなります。チーム全体で UZR 50.1 とぶっちぎりだったチーム、三森選手は2軍となりそう、かつ牧原選手、周東選手がサブスタートかなと個人的には思っていますので、守備走塁が若干マイナススタートになるかなと思いますが、全体で見るとプラスでしょう。特に近藤選手が入ることで出塁機会は増えそうで、足でかき回すというよりは攻撃のバリエーションは増えてきます。少しソフトバンクは機械的にも見えるバント、ギダを前提とした打順形成や起用、さらに出塁率的には苦しい選手の上位起用なども行ってきました。選手個々人のレベルが非常に高い上で大型補強も行ってきたので、本当に今年は運用や采配が重要になってくるかなと思います。全体としてはこんなところ、順予想はこのような形になっております。はい、やはり西武ファンなので優勝は期待したいですし、 A クラス入りはなんとか期待しております。この投手レベルならそこまで下がることはないかなと思っていますが、オリックスの圧倒的な投手レベル、さらにソフトバンクの戦力層の厚さ、楽天の打撃陣を超えるということが想像できないので、このような予想にさせていただいております。もちろんロッテだって投手陣がある程度まとまってきていますし、少しずつ野手も変わってきていて、日本ハムも先発の3本柱、そして野手も攻撃力が上がってきているチームなので、本当に何が起こるか分かりません。で、賛否はあると思いますが、客観的な要素は入れているんですけど、結局僕の主観の評価になるので、まあここはもう人それぞれです。何より去年はほぼ全滅なので、そこまで精度を当てにしないでください。で、この動画を撮影しているのが3月28日火曜日ですが、この動画が上がっているのはおそらく開幕戦を終えた日です。自分はベルナドームに行っていますが、まあ、開幕戦で勝利を挙げることはできているのか、そしてこの動画が炎上していないか心配となりますが、まあ、無事開幕していい戦いができていることを祈っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。